んな感じで言ってきました。じゃあ佐々木君のいい人さん、直感でいいかな。直感これはすげえじゃないですか。基礎感ですね。やっぱ継続力ですかね。継続で言われたらちょっとメモして、自分でもかなりちょっとネックになっているところなんですよね、はい、実際、はい、ありがとうございます。佐々木君の中では勉強してもなんかちょっとモチベーション下がっちゃってやんない時期もあんだけどって多分心の中で思ってるんですよ。そうです。でも外から見たらなんとか10年もやっててすげえなって思っちゃう。それがずれてるところ、ね、これを客観視する、自分じゃできないから人にやってもらう、それを練習する、最終的には一人で自分で客観視できる、ね、自分の俺の強みが見つかるからってことね。自分の強みが最終的に見つかるからと、自分一人で見つかるからってことですよ。それがライフスキル、はい、じゃあ佐藤君、はい、佐藤君のいいところ、まあ同じでもいいですね。教え方がすごく持ってて分かりやすい。本当に言ってる、はい、それだけ。これもね、俺ね、断逆、俺はダメで、うまく教えらんないなってやっぱ思っちゃったから、逃げちゃう部分がある。佐藤君に聞かれても、こう、なんつうんだろう、ま、問題は解けるんだけど、この先生みたいなレベルで説明できないの。だから、ね、ちょっと逃げちゃってたので、今、ありがとうございます。あと10個ぐらい。ありがとうございます。今のも自分の中で限界を決めちゃってる、うん、佐々木君の中だったら50点なんだよ。でも外から評価を受けたら全然違うんだよ実は、うん、じゃあ次じゃあ待ってください。お願いします。直感でいいの、はい、直感。端的に言うと意志の強さ、その目的があって、そこにこう自分がそのとこに到達するために、まあ、本当に気持ちが半端じゃないというか、そういうところは話してて思ってて、で、まあ、自分自身も物は違いで同じようなこう夢があって、そういうところを見てて、まあ、見習いたい姿勢だなというのが思ったところですね、はい、これは唯一自分でも、まあ、意志が強いってちょっといい言葉じゃないですか。自分ではすごい頑固だなというふうに、でもまあ頑固っていうのは結局それを長所にすればまあ意志が強いとかってことになるのかなと思ってたので、あ、それはちょっとあれですね、自分でも若干思っている部分もあったし、そう言われるとちょっと。あります。まあ